クロス入ってくる、難波がいる、杉野ボール落としている、大本パスを出してシュート、決まりました。先制点は FC 岐阜、今日初スタメンの小野が決めました。最後も丁寧にパスをつないで大きサッカーで先制点。後半の17分、 FC 岐阜3試合ぶりの先制点です。小野の先制ゴール、初ゴールが決まっています。小野です、いかがですか。まあ、ゴールのシーンもそうなんですけども、まずクロスのボールのところにプレッシング行ってないですよね。2人3人いるんですけども、それからこぼれた後のセカンド